こんにちは、今お昼です。 S&P500 よりもナスダック100の方が圧倒的に有利だよっていう方が結構いらっしゃるんですけれども、私それね誤解だと思っております。せっかく積み立て NISA の枠にナスダック100の投資信託が採用されたんですから活用しない手はないんですけれども、でも危険性ってね裏に隠れてるんだよって話をしますね。単にボラティリティが高いとかそんな話じゃありませんよ。はい、積み立て投資枠にナスダック100が採用されてNISAで頑張ろうって思っておりますけれども、S&P500 よりも断然有利だよっておっしゃる方が結構いらっしゃいます。でもこれ私誤解だと思っております。そして、比較する期間を変えることでですね優劣が逆転するっていう人も結構いるんですけども、これも誤解なんじゃないかなと思ってるの。ほいで、ナスダック100をね積み立て NISA で使っていくんですけれども、私はね真の危険性は何ですかってことについて話をしたいんです。私会計士2、30年やっておりまして、この手の話は自信があります。で何よりも大切なのは、シニアライフを楽しく過ごさなきゃいけないってことがねあります。だから楽しい投資ができるのが一番大切なわけですよ。気が気じゃないぞと、ハラハラドキドキしながらですよ日々を過ごすんだったら、まあ、そんなの投資しない方がいいですからね。はい、まず1個目いきますね。 S&P500 より断然有利だよっていう方が結構いらっしゃるって話をします。あの私の大好きなトモさんも同じ論評だったんでちょっとショックだったんですけどね。このブログ、関原さんのね、ところから持ってきました。ざっくりね用紙をねまとめて解説しますとね、はい、1991年12月からね30年間で比較してナスダック100に比べてうんと成長がね、乏しいのよと。S&P500 はね10倍以上に上昇してるんだけども、ナスに比べれば大したことないよねとねいう話なんですね。年利 8% ぐらいになるよってことを計算してくださってるんですけれども、これじゃ物足りないっていうのがねこの方の論旨です。はい、これに比べてどうですかと。ナスダックはこれね100じゃないんですけども、ナスダックで取ってますね。30倍になってますと年利は 12% ですよと。で圧倒的にナスダックの方が成長してるんだってことをね、おっしゃってて、だからナスダック100がね S&P500 よりもいいんだよっていうことなんですね。でもろもろ書いてありますけれども、ほらガーファムを中心とする素晴らしい IT ハイテク株がねいっぱい入ってるからね、だから有利は有利なんですけどね。はい、ナスダックの成長力は S&P500 はるかに凌駕してますよ。これは間違いないでしょうけれども、ただね恐ろしいんですよ。でいつも見ているトモさんも同じ論拠ね、成長性が圧倒的にナスダックの方が高いので、だからね積み立て NISA においてもナスダック100を押すぞというお話をされてました。ぜひねこちら見てくださいね。すごくいい動画を作ってらっしゃいます。私もこの人みたいに動画が作れればいいなと思っていつもね拝見させていただいております。でナス100がインデックス最強だよっておっしゃってるんですが、その論拠がまさにこれでした。はい、この1985年からデータ取ってらっしゃいますね。でナスダック100ですね、さすがトモさんですね、ナスダック100の方を持ってきてますね。変化120倍に対し S&P500 が43倍だから3分の1ぐらいしかね値上がりしてないっていうお話ですね。だからなぜ100が S&P500 の3倍も成長してるんだから、これはねナスダック100に投資しようっていうそういうお考えなわけですね。ナス落ちの皆様は、まあ、皆さん一緒のようなことをおっしゃると思うんですけれども、どうでしょうね、一発投資ならわからんでもないんですが、積み立て投資をする場合、私これ誤解なんじゃないかと思っております。でトモさんまだお若いというか40代かな、私も60手前なんですけども、ドルコスト平均法を使って20年以上積み立て投資を経験されてるのかなっていうと、これちょっと疑問かなと思いますね。はい、でね、じゃあね期間比較をする時期を、変えてしまうと優劣が逆転するんじゃないかっていう話もあるんですが、これもまたね違った意味の誤解があるのかなとも思うんですよ。はい、偉そうですいませんね。先ほどのチャートを持ってきましたよ。はい、
10倍以上に上昇してますと。それに対し S&P510 倍に対しナスダックはね30倍なんじゃとおっしゃってるわけですね。でもね、ほら誤解だよって言っておきながらちょっとね期間を変えて見てみましょうか。はい、これね1993年からだいたい20年ぐらい見てみましょうね。これね先がわからないんですよこれで。はい、囲んでみますよ。1993年からね、まあ2013年あたりね、どうですかね。ほら高値更新をする直前というか高値更新してますよね。1回2回3回ね高値タッチね。はい、なんだかねこれとねナスダックを比べてみましょうか。これ最後でピヨンと上がってるからいいんですけども、どうですか、同じ時期ですよ、1993年から2013年ですよ、赤で囲いますよ。あれーって一番高い値段の半分ぐらいまでしか回復してないなーってね思いますよね。景色が違うよねーということがあります。ここにつきまして、はい、こちらね、コカの投資ブログ、ここもまたいいブログ書かれますね。この人大好きでございます。比べてくださってるんです。 S&P500 とナスダックどっちがいいのかしらと。はい、ここ重要。あとねナスダックは金融を含まないんで、金融がドーンといい時ってあるわけですよ。このここがね弱点ではありますね。特に積み立て投資をする場合ですよ。はい、ほいでナスダック100の方が S&P500 よりも優秀なんだねって。だってもうパフォーマンスをね、現在を含めて見てみると圧倒的にいいですからね。ただね、華やかに株価挽回をしたからといってナスダック100の方が優秀とは思いませんよっておっしゃってますね。私もそう思うんですけどね。はい、2008年ね、リーマンショックの渦中にいる時も同じように感じられたのでしょうかってことをおっしゃってますよね。まさにおっしゃる通りだと思います。もう気が気じゃないわけですよ。こういう時にナスダックなんて持ってるとね。はい、で、これね、2007年から2019年の動きを見るとナスダック100が S&P500 はアウトパフォーマンスしてます。ただしどの時代を切り取るかによって見える景色は異なりますよってね、おっしゃってますね。先ほどちょっとね触れましたけれども、まあそういうことを考えられるわけです、皆さんね。で、期間をちょっと変えてみましょうって言うんですけれども、先ほどちょっとね私も期間を変えてみたら景色が違うよねってことがお話ししたんですけれども、それ伏線でございます。ここで回収しますよ。2000年からの20年間でナスダック100と S&P500 を比較してみますと、すると、まあ、要するに2000年から投資を始めて20年の場合ですよ、ナスダック100と S&P500 は同程度のリターンで最終的に同じ値段になってるからっていう意味でしょうね。でナスダック100の方が下回ってることがほとんどですよってね。この青がナスダック100で水色が S&P500 ですからね。ここにちょっと着目しましょうね。ここに着目しましょうね。で、はい、これでも実はね誤解なんですよ。特にこれ積み立て投資を行う場合はどうでしょうね。圧倒的にどちらからの方が有利になりますよ。だって一発投資をする場合もですよ、最終的に値段が同じになるんだったら安い時に買った方が有利でしょ。はい、すなわちね S&P500 とナスダック100が同程度のリターンって最終的に同じように上がりました、同じ数字になりましたっていうところを考えてね。だからこの上昇率が最初に比べて同じぐらいになりましたってことでしょ、20年間でね。でもナスダック100の方が下回っていることがほとんどということで、20年間よ、ドルコスト平均法で積み立てる場合、難しい話じゃないですよ。例えば毎月5万円分をナスダック100なり S&P500 を買い続けるっていう手法がねドルコスト平均法なんですけども、それをね、まあ、20年続けた場合どうなるかですね。先ほどちょっとマークつけたとこなんですけども、毎月買ってるわけですから、ここでも買ってるわけですよね。毎月買ってるわけです、ここでも買ってるわけですよ。で安い時期にたくさん買えてるわけですよ。安く仕込めたナスダック100の方が最終的に同じ値段に上がっていくんであるね、まあ圧倒的に儲けが多いわけですね。そりゃそうだ、安く仕入れてね、同じ値段で売るんだったらね、安く仕入れた方が儲かるからね。はい、じゃあね、ナスダック100の積み立ての真の危険性って一体何ですかっていう話で締めますよ。
はい、投資の森から持ってきました1970年からの S&P500 のチャートでございます。で、ここ着目してくださいね。はい、ここでさ、下げてるんですよ。IT バブルの時とリーマンショックの時の下げなんですけども、はい、ほら、こっから下げたのをまた回復。で、こっから下げたのを回復、2回回復してるわけですね。で、大体ね、こっからビヨーンと上がって、今、2倍強になってるんですけどね。すなわち、IT バブルとかリーマンショックでもね、大して落ちなかったんですよ。後でね、この次に、ナスダック100見ますけれども、それに比べりゃもう全然軽い暴落です。軽い暴落って言い方あるのかな？落ち幅が少ないし、かつね、5年ぐらいで最高値をね、すぐに回復してるんですよ。ね、こう短い間隔なんです。圧倒的にナスダックに比べるとね。で、はい、じゃあナスダック見ますよ。はい、ここ見てくださいね。IT バブルの高値を回復するのに、まあ、15年ぐらいかかってるわけですよ。で、落ち方も激しいわけですね。思いっきり落ちてますからね。で、そこから急回復はするものの、そして今3倍弱ぐらいになってるんですが、IT バブル、リーマン時とかの再来したりなんかするとね、大幅に下落するのはやっぱりナスダックなわけでして、で、かつよ、回復するのに15年もかかってるわけですね、これね。だから、いても立ってもいられない時期が多いわけですよ。で、積み立て投資っていうのはある意味一番難しい投資だと言われてますよ。なぜでしょうねって。毎月同じ額ね、買い続けるだけだから、それは簡単なんじゃないかなって思われるでしょう。でも、難易度は最強クラスですよ。やってみればお分かりになると思います。はい。定額、毎月同じ金額で、最低でも20年ぐらい継続しないと、効果が薄まります。なので、毎月一定の金額を20年以上継続して、お支払いを続けるということが、いかに難しいかですね。でね、例えばよ、若い頃始めた場合、海外に行ったりなんかすることもあるわけでしょう。永住するかもしれませんね。だからある程度40代50代になって、定住する、日本にずっといるっていう状況にならないとね、積み立て NISA とか使えないわけですよ。で、ある程度落ち着いた状態 でこれから20年30年支払い続けるぞという、そういう環境が整ってこそ成功するわけですね。だから実はね、積み立て投資って難しいわけです。で、そしてね、ナスダック100なんかで、例えばリーマンショック級のショックが来た場合、これ大丈夫かなと思ってしまうわけですね。で、途中で心が折れちゃうことが多々あるの。で、そしてね、ああ、もうダメだと思って積み立てやめる可能性があるわけですよ。さらに、ほら、いろんなことがあるじゃないですか。ご家族に不幸があって事故に遭われてお金がいるようになるとかね、いうこともあるんで、20年間の資金計画がね、しっかり立てられる人じゃないと、これもまた難しいわけですよ。何度も繰り返しますけども、積み立て投資って最高難易度なのかもしれないと私は思っております。で、そういう状況でですよ、ナスダック100と S&P500 のどちらか一方を選ばなければいけないっていうことになるならば、私はですね、楽しく生活できることを目的とした投資をやってるわけなので、本末転倒にならぬよう楽しく暮らせる S&P500 を選びますよ。ただ現実問題としても私どうしてるかというと、 S&P500 を2に対し NASDAQ100 を1とした2対1の比率でね、ブレンドして投資を継続しています。もう5年ぐらい経つのかな。あ、聞いてくださってありがとうございました。で、私の詳しいね、投資の状況につきましては、また別に動画を作って、公開してますのでね、ご期待いただければと思います。はい、聞いてくださってありがとうございました。それではこの辺で失礼いたします。ごきげんよう。